今回はこれから高円寺の3レッドで3人麻雀に挑戦してきます。最近東京でもどんどん3人麻雀のお店が増えています。3人麻雀もルールによって攻略ポイントが違います。その魅力をお伝えすることができたらなと思います。実は僕、中野区で高円寺駅が最寄りでした。7年くらい住んでいたので思い出の場所でもあります。それでは今から行ってまいります。動画の方をどうぞ。JR 高円寺駅に着きました。今回行く雀荘3レッドは北口を出てすぐの場所にあります。北口を出るとすぐに吉野家がありまして、このビルの9階になります。お店の看板です。リーチマージャン3レッド高円寺店、お店の入り口になります。高円寺3レッドに着きました。ルール説明をしていただきます。はい、日本プロマージャン協会のアリス・マリアです。よろしくお願いします。はい、アリスさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、マンズの2から8を除いた3人マージャンの困難戦です。 C はできません。トップが何点持ちでも必ず何番で終了します。同点はチーチャに近い方が上位となります。3万点持ちの4万点返しです。試験が0点未満で飛び終了です。ピンズ数字の5は各2枚は赤牌、各1枚に青牌と金牌が入ってまして、すべてドラの扱いとなります。こんな感じですね。新しく作ったんですごい綺麗なんですよ。このポッチはリーチ後オールマイティ強制上がりで川に捨てることはできません。クイタン後付けスモピンありです。手は抜きドラです。途中流速一切ございません。ワンパイは14枚残しではなく最後まで積もります。小さい図の4枚使いあります。不計算ありません。積も損なしです。点数表ご用意してます。1本場につき1000点増し、ノーテンバスは場に2000点です。プリテンリーチあり、見逃しも可能です。オープンリーチあります。3倍マンは11班以上、数え役マンは13班以上です。形式転配ありです。以上でこちらルールになります。ありがとうございます。はい、早速実践の方やっていきたいと思います。頑張ってください。はい、頑張ります。楽しみにしております。はい、今回の3レッドは積もり損なしでドライ表示牌の隣まで積もり切ります。やや押しが有利になりますね。その辺も意識しながら挑戦したいと思っております。まもなくゲストの時間です。6月20日にゲストなんですが、おとといワケムさんもゲストとして入られていました。ソフトドリンクはフリーとなっていますね。ウーロン茶などが頼めます。対局が始まりました。3人麻雀はお店によって細かいルールが違うので、慣れるまでに少し時間がかかります。4人麻雀のトンプー戦はシャアが厄介なのですが、3人麻雀でも役になると勘違いをしてしまったことがありました。抜きドラの種類や積もり損のあれなし、14枚残しか積もり切りかによってバランスが変わります。開局は親番スタートで2軒リーチとなり、上茶が白ポッチを積も、派手マンで4000、8000の親っかぶりスタートとなりました。その後、さらに上茶が上がり、持ち点が6万4000点になります。私は1万6000点持ちで2着目。両ゾが重なってパー総切り。手配は両面と両冠のイーシャンテン。中盤に先に寒茶が埋まって転配。パーピンを切ってリーチをかけると、トイメンの仕掛けに包重。チュンドラ4で8000点の一本場で9000点の失点となりました。難易局で親番を迎えます。持ち点は7000点。手配を開けて両蔵からの切り出し。シャーと初とトンがドイツで、チートイツのイーシャンテンです。トンをポンしてチー総切り、本一で進めていきます。初がアンコになってイーシャンテン、二度受けのウーピーを積もって転配。トン初本一で待ちは三面ちゃんです。抜きドラのペを積もってワンパイから補充します。3ピンを積もぎり、自順に2ピンを積もり上げて、トン初本一ドラドラ。ハネマンは9000オールの上がりとなりました。ダンラスから息を吹き返します。難易局の一本場を終え番中、持ち点は2万5000点で、トップは5万5000点。積もローソーで白切り。手配はイーシャンテンです。自順に金ウピを積もって転配、即リーチです。待ちはスッチーピンで、数ピンが高めイーペイコー。リーチ後に一人旅となり、しばらくつもぎりが続きますが、終盤に高めの数ピンをつも、リーズもイーペイコードラ4裏1、親の倍満で12000は13000オール、トイメンが飛んで51000点の逆転トップを取ることができました。飛びさえしなければチャンスはあります。3人麻雀の楽しさの一つです。続いて2戦目となります。ウーソー短期でチートイツのテンパイを入れ、ダマテンを継続していると、上茶の仕掛けに2ピンで補充。トン1局は8000の失点となります。トン2局、なんちゃドラが9万。手配はトイツが5つあってイーシャンテン。チーピンを積もって完全イーシャンテンになりました。3枚目のウーピンを引いて、ローソー切り。ドラである5を使い切ります。トイメンと上茶から
リーチが入ります。上茶が切った金ウーピーをポン、ノーチャンスのローピンを切って天牌に取ります。待ちはリャンウソ、すぐに下茶から切られてロン上がり、タンヤを赤赤金金青ペイ、12000の上がりとなりました。トンラスの親番中、ハックをポンして本一のインシャンテン、手牌はドラのシャアが統一です。抜きドラのペイを2枚抜いています。二度受けとなっている3ピンを積もって天牌、ペンカン3ピン待ちです。二巡後にそのまま3ピンを積もって白本一ドラ4、ハネマンは9000オールの上がりとなりました。これが力です。トン3局の一本場、親番中でドラがチーソー、チューンをポンして完全インシャンテンに受けます。54000点持ちですが、役を確定させて加点を狙います。ツモパーソーで天牌、イースーピンの2面待ち、すぐにイーピンをツモ、チューン金ドラ1、3000は4000オールの上がりです。乱入してシャーチャードラがペイとなります。手牌は2面2面のピンフのインシャンテン、45000点持ちです。4巡目にローピンを積もって転牌、先制リーチをかけます。待ちはリャンウソ、リーチ後にペイを抜いてワンパイからツモ切り、ペイはダブドラになります。しばらくしてリャンゾーをツモ、メンピンツモ金ドラドラ、ハネマンで40008000の上がりとなりました。何二局なんちゃドラはローピン、1巡目にペイを2枚抜いて9万からの切り出し、ツモリャンゾーで何切り、手牌はリャンシャンテン、ローソーがあんこになってイーシャンテンです。自順にツモ三蔵でリーチ、イースーソー待ちでスーソーはイーペイコーになります。リーチをかけて二順後に白ポッチをツモ、リーズもイーペイコードラさん、裏裏白ポッチを裏ドラのスーソーに取りました。この半チャンはダメ押しの60001万を上がって2連勝することができました。嬉しい事件が起きたのは3戦目のことでした。トーン1局はなんちゃスタートでドラがトン、ツモパーピンで愚形のイーシャンテン、金ウーピンを積もってパーピン切り、一通が見えるイーシャンテン、ペイを抜いてワンパイから3ピンを積も、高め一通のスッチーピンで追いかけリーチをします。同順に親から追いかけが入って3件リーチ、めくり合いになりました。親がリーチ後にチーピンを掴んでローン上がり、メンピン金ドラドラ、3件リーチを制して8000点の上がりです。トン2局親番中ドラがイーピン、4万点持ちです。金ウソを積もってパーピン切り、イーシャンテンです。赤ウーピンを積もってリャンピン切り、ツモチーソーで2面と3面ちゃんのイーシャンテンになりました。ペイを抜くとワンパイからはリャンゾー、サブローピンでリーチをかけます。メンピン赤金ペイでご飯が確定しています。一発目は赤ウーソーでツモ切りすると神茶の仕掛けに包重、チュン赤赤4000点の失点となりました。トンラスシャーチャードラはパーピン、ペイを抜いてリャンピンをツモ、9万から切っていきます。ツモ三蔵でイーシャンテン、スーソが重なってチュン切り、受け入れが広くなりました。リャンゾを積もって待ち選択です。スーピンを切ってイースーソーに受けます。数順後に神茶が切ったイーソーでロン、リーチドラドラ、三班は4000点の上がりです。難一局なんちゃドラはウーピン、ペイを抜いて9万からの切り出し、ツモ九蔵でチュン切り、ハツがあんこになってイーソー切り、イーピンをポンします。仕掛けてイーシャンテン、7巡目に親からリーチが入ります。ツモローソーで現物のパーソー切り、トイトイのイーシャンテンです。親がカンローピンをツモ、リーズモイーペーコー、赤キンキンペーペー、おもおもうらうら、3倍マンで18000オールの上がりとなりました。難一局一本場なんちゃドラは3ピン、親のトリプルで18000オールを積もられ、持ち点は21000、トップが亀茶で58000点、トイメンが11000点持ちです。ドラの3ピンを積もってリャンシャンテン、リャンメンとペンちゃんの受け入れ、5巡目に親からリーチが入ります。ローソーを積もってハグ切り、ツモチーソーでドラの3ピン切り、手牌は遠く安い手です。親リーに対して折りを選択、終盤に親がローソーを積も、親の跳ねマンで9000は1万オールの上がりとなりました。難一局日本場なんちゃドラは難、11000点持ちでトイメンが1000点、神茶の親がダントツで78000点です。あっという間に削られてしまいました。手牌はハクとハツが統一で、ドラのナンが1枚あります。ツモチーピンでリャンゾー切り、4巡目に親からリーチが入ります。手牌は一面ツモありません。現物のローピンを切ります。自順にハツをスルーして統一落とし、1000点持ちのトイメンが親に対してプッシュしています。現物を合わせ打って完全にベタ折り。この局はトイメンが親リーに押し切ってカンサンゾーをツモ、シャードラ4で3000、5000は5000、7000の上がりです。
何2局を A 番中でドラが1ピン6000点持ちです。トップが上茶で7万点、6万4000点離れています。対面が2着目で1万4000点、手牌は厄牌のチュンが統一ですがパッとしません。つもりあんぞうで難を切ります。一応小三元の可能性を追いました。初が重なって3ピン切り、対面から重なったばかりの初が切られてポンしてピンズの2面を払います。チュンが切られて2風呂チーピンを切ります。本一のイーシャンテンになりました。するとすぐに白が重なって第三元のテンパイ、あの手牌があっという間に第三元のテンパイになりました。ペイを抜いてワンパイからトンをつもぎり、パーソーは小三元で高めは白で役満です。トンをつもぎった自順ぬるりと白をつも、親の第三元で4万8000点のつもり損なしは2万4000点折れです。トップの上茶とは6万4000点差がありましたが、役満でトイメンを飛ばして一発逆転。この半ちゃんは5万4000点のトップで3連勝を決めることができました。コインに3レッドで3人マージャンを打ち取りました。本日の成績はトップが10回、2着が7回、3着が3回、平均順位が 1.65 で終了です。それでは今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。